そうだね、エリカ。キョウヤ君なんでここに？手塚さんたちからエリカが保健室行ったって聞いて心配で。エリカのカバン持ってきたよ。あいつら。で、こいつは？7組の木村君。この前怖い人たちに絡まれた時に助けてくれたの。今日は私がすりむいちゃって。それはそれは、俺からも礼言わせてもらおうかな。行くよ、エリカ。うん。おい、携帯出せ。なんで？いいから、さっさとしろよ。お前が悪い。俺以外の男に尻尾振ってんじゃねえよ。尻尾なんか振ってない。今後一切あいつと関わるなよ。なんで？いいじゃん、別に私の勝手でしょ。あんたは本物の彼氏じゃないんだから、浮気でもなんでもないじゃん。は？お前自分の立場忘れてねえか。お前は犬で、俺はご主人様。お前に拒否権なんてないんだよ。気持ちすごく軽くなった。昨日も思ったんだけどさ、草壁くん、前髪こうやってさっぱりしてみたら絶対すごいモテるよ。そんな、いいよ。なんで？草壁くん優しそうだし。エリカ、おはよう。キョウヤくん、どうしたの？寒かったからさ。エリカ、体温高いでしょ。湯たんぽ代わりにしないでよ。嫌だ？嫌じゃないけど。じゃあ僕先行くね。でもさ、傍から見たらこれバカップルにしか見えないんじゃないかな。ああ、そうだな。もう雑！それより今お前と話してたあの地味な奴は何だ？草壁くん？同じクラスの人だけど、なんかあんの？別に。京也くん、もう遅い。昼休み終わっちゃうよ。来てやったんだ。文句言うな。じゃあ早速だけど、これ、じゃーん！カップケーキにしてみました。コーヒーチョコなんだ。これなら甘くないし、京也くんでも大丈夫だと思うよ。ふん、一生懸命作ったわけだ、俺のためにね。いらねえよ、そんなもん。ちょ、待ってよ。なんで？食べてもいいっつったじゃん、嘘つき。味だってちゃんと見たし。うまいかまずいかなんて関係あるか。そんな胸くそ悪いもん、死んでも食いたくねえだけだ。何それ、どういうこと？やったよな、あの草壁ってやつに。あれはちょっと事情があって。でも全然義理だし、いわゆる本命っていうのは京也くんだけで。そんなんどうだっていいんだよ。あんなもやし野郎とこの俺を同列に扱いやがって。は？大体気に入らねえんだよ、装飾系。バカじゃねえの？あんな奴らはビビって女にモーションかけられねえだけのただのふぬけじゃねえか。そんな情けない男と一緒にすんじゃねえよ。その言い方何？あ？つうか、あんた草壁くんのこと何か知ってんの？確かにパッと見派手じゃないし、ちょっと気の弱いとこもあるけど、あんたみたいに人のこと絶対バカにしたりしないし、人の気持ち考えれる優しい人だよ。そういう意味じゃあんたよりずっと勝ってると思うけど。ああそう、ならあいつに彼氏のふりでも頼むんだな。お優しいから OK してくれるぜ。あの子かわいない？ん？ほんまや、一人ちゃう？声かけてみれ。言っとく？小さいの2つ。おおきに。ね、なんか俺腹減ってたかも。俺も。
焼きそばでも食わへん？せやな、そうしよう。あれ、京也くんどうしたの？別に。なるほどね。決まっ、はあ、熱。お？あっぶね、すごいヤバかった。ミサちゃん、何それ。店長に。私も手伝います。エプロンありますか？ミサちゃん、慰安旅行だったのにごめんね。いえそんな、店長にはいつもお世話になってますから。じゃあせっかくだから。スクール水着はちょっといろいろ不安だからね。これ貸すからお願い。はあ、断りきれなくて。今かなり客入ってるから仕方なく借りちゃったんだよ。ミサちゃん、その格好で出るつもり？は？そうだよ。だから着替えたんじゃないか。お前も寝てばっかいないで手伝ったらどうだ。私はもう行くからな。今満席で注文待ちが大量なんだから早く行かないと。合図は。うわっ、いいの？ミサちゃん、背中のキスマーク、みんなに見られても。あれ、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。ミサちゃん、すいません、これで勘弁してください。え、お前もなんか手伝えよ。ボディーガードやってるじゃん。と思ったら合否じゃない。ケチをつけるなら降りろ。勝手に動かすな。なんか音楽流しなさいよ。意地でも流さないぞ。おい、なんだ。ブルマに変なことするなよ。え、うん、バカなこと言ってないで出発するわよ。はい、ブルマ様、行ってきます。おたげ気強い嫁さんだな。まあな。だが俺は嫌いじゃない。そんなこと言ったらオラだってチチンこと好きだぞ。気が強い女しかいないサイヤ人の血だ。え？お、そういうことか。やっと理解できたぞ。